裾上げをしてみましょう。裾上げにはまつり縫い押さえ L を使います。電源を切り、まつり縫い押さえを取り付けて、模様選択ダイヤルで9番を選びます。布地は布端から5ミリのところにしつけをしっかりとしてください。左の針落ちがわずかに折り山にかかるように布地をセットし、まつり縫い押さえのつまみを回して折り山に押さえのガイドがぴったりと当たるように調節します。縫い始めたら折り山が押さえのガイドに沿うように布地に手を当てて縫っていきます。